群馬県に土砂災害警戒情報が発表されました。群馬県の水上町に土砂災害警戒情報が発表されました。身に危険を及ぼすような土砂災害がいつ発生してもおかしくないといった時に出される情報です。警戒レベル4相当の情報です。土砂災害警戒情報が発表されました。こちらの地域では大雨による土砂災害の発生に十分警戒をしてください。現在の雨雲の様子を見ていきますと、関東地方、群馬県の雨雲をご覧いただいています。やはりですね、こちら活発な雨雲が通過しやすい状況となっておりまして、この後も雨の降り方、それに伴う災害の発生には十分警戒が必要な状況となりそうです。それでは土砂災害の危険度分布ご覧ください。こちらですね、現在関東地方、関東北部を拡大しておりますけれども、紫色の、極めて危険という色の分布になっているところも出てきているといった状況です。こちらでは土砂災害の危険度が高まっているとみられます。十分周囲の状況に気をつけてお過ごしください。この時間は群馬県の土砂災害警戒情報に関してお伝えいたしました。